横流した田口のシュート、うわー決まった。最後は当てたか。田口のシュートから玉田がゴールを演出したでしょうか。これはナイスアイデア。後半の9分玉田ガッツポーズ。いや僕も完全に騙されたんですけど、そこガブリエル・シャビエルが一人最後フリーキック立ちましたよね、はい、ああなると全員がもう絶対蹴るって思ったんですよ、はい、そこで横流しましたからね。これ玉田選手、これ玉田がフリックしてますね。岡本選手がおそらくゴールカバーでもゴールのゴールライン上にいるんですよね。ですからオフサイドラインが石川選手ですかね。石川ですね。石川でしたね。オフサイドラインがもうおのずとそこになりますから、